キラメントチャンネルのジジケでーす。なんなんだっす、今回は、Who Am I? というゲームをやっていきたいと思います。おぉ。誰だ。まあ、謎解き、ホラー、まあ、優しめのホラーゲームらしいんですけど。おぉ。まあ、知ってるね。はい。説明にあったんで、はい、やっていきたいと思います。はい。はい。やっていきましょう。はい。なんだよ。虐待、はい、お、いきなり重いですね。話はそんな恐怖を普通は身をもって知ることはないだろうですかね。え、今宵あなたは虐待の理不尽さを感じるでしょう。目がクソ悪い系ですか、もしかして。結構うめえ全部うめえ。制作者さん的な、制作者さんのマーク凝ってますね。かっこいい。おう、おお、始まったぞ。怖い。お、オッケーですね。かわいいキャラですね。エアリーの家はこの辺りのはずなんだけど、フラさんっぽいです。なんか見たことあるね。この大変なら配布物を届けるためになんて答えはよかったな。雨が降りそうだと知れ。はい。なんか、男の子か。すげえ。でも、スカートっぽくない？え？白の服？ X だ。ああ。大体、大体服。だから、塗るってこと？ああ、塗れるか。あ、はい。シーズン、はい。ちゃんと、パッド太陽の。うん。そうない。あ、そうなのか。あ、そうなのか。違うね。違うね。シフト。キーボードですね、これ。乗りたいも選んでしよう。大事なもの入手後は消費しないで、消費しないようにする。ほうほう。エアイド。あ。もう、動かしたんでしょ。うん。見えないけど、こう。ゴリゴリ動かしたんですね。キュイーン。雨だ。急げ。メアリンチー、メアリちゃんちー、ゆう自動ドア、停電したのかなという。あれ暗いね。懐中電灯を持ってきておいてよかった。準備はいいね。せやな。何せよ、ありがとう。セーブはセーブ。あ、あ、あ、どこどこ、ない、そんなもんない。これや、何も聞こえない。ん？セーブポイントがあるのかな。アイテムしようってことは、メニューみたいなものが。誰？メアリーですか？え？あ、なんかメイドみたいな格好してるけど。どう？まあ仕方ない。お。もみ出されるやつですね。リンゴの絵が置いてある。なんだあれ。好きなのですか？メニューは開けないけど。まあ、まだ。まだな。まだ。その時。アンロックされてないと。うわぁ。言いつけに反して。おう、うんうん。セーブ終わった。一瞬でセーブしてた。言いつけに反して外に出る感じですかね。で、歩いていいかな。とりあえず。あ、
まだいた。ちょっと気まずい感じになるし。未来が。お？地震。おう、まさか入り口が地震で、そうそう、大事、はい、進行する。どこもかしこもやられてんじゃねえか。鍵が回らないって。おいおい。ステータス画面的なの？あ、出ない。メアリの部屋の鍵。懐中電灯。ブレード部分が欠けている。あ、さっき言ってた、折れた。新コードってのがあるね。お。4%だ。よし、行くぞ。はい。あ、開いた。逆にね。ツールウィンドウ。お？あの？うん。あえて見せてくる意味があるのか。ピンクバラのブーケ。これ見せない。何してくださいな。猫いない？え？どこ？机の上。猫？猫？バラバラする猫に見えた。ガラスが。お、見よう。この上に、お、鍵が。どっかの鍵かな？はい。親切ですね。おう。取ってきた。誰が？絵が。誰が？猫じゃなかった？ベッドの床にいたら、調理されたような汚れがあるんです。あ、こっちか。あ、うわ。積んだ。逆か、椅子の方からしよう。逆椅子。あ、セーブしちゃった。同じアイコンじゃないんだ。ね。あの上に乗せてみよう。いっぱい出れば、ちゃんと戻るんじゃない。この上？じゃん。どこに行くの？それで。外。ちょっと。じゃあ、え、ここベッドのか。抜けるんじゃん。まあ、この上から大丈夫で。ああ。どうやって落ち込む？な。こっち、こっちだって椅子が動かないからさ。できないんだ
その下の椅子は貫通できない。できない。じゃあ無理だね。まあまだなんか、今後に、うん、今後に行きたい。なんだっけ、なんだか限る。ダーニー。いや、ダーニー。ダーニーってどこだ。だいたい正面だ。こっちじゃないだ。まあ、調べといてそのぐらいだ。おう。長編ですね。1巻から60巻って。あれじゃないですか。まだ、花の。さっきが、紫の、うん。二輪。二輪二つの花だっただけですよ。うん。青の三個の花なんですよ、この花。覚えてる。この数と色、何かある。あ？四角四角。せや。うん、しょ。ここはダイニングじゃないと。ダイニングじゃなかったね。どうかだった。鍵かぶってる。あ、そこら中にセーブあった。でもセーブはメニューからできないかな、なんか。じゃあ行きますか。え？嘘。鍵は使わないと。あ、そういうこと？うん。汚れた皿がある。小瓶の方に注目した。汚いですね。汚いですね。水につけとかないと。アイランドキッチンですね。お、ついてる。安定的な食器が。テレビ？うん。お、マッチョゲットした。救急箱。あ、そうだね。停電中だもんね。耳ないだがアンティークって言われて、結構世界観的にはなんかね、最近なんか未来、未来っていうか、まあ現代チックな、このお屋敷がちょっと古い感じの、クリスマスかな。まあ、よくあるホームビデオみたいな。うん。クマ！三姉妹。だった。なるほど。もう一回見て。そうか。うん。唐突。あ、通れなくなった。とりあえずここはマッチをゲットしたので、うん。で、真ん中の階段行けるんじゃない？階、ね、が、あ、出るじゃん。そう。なん？なんか見落としてない箱？うん、なんか、ちょっと
ってる？まあそう、持っていけないんだ。ったところでなんだよな。押し出せようかって感じだけど。ね。時計はさ、なんか言ってない。時計の前に持ってて。あ、ち。お、来た。何が変なのかな。こっちからだとか。ああ。なんだ。詳細。詳細。あ、なんか。オッケー。いてくるよ、メアリー。失礼するね。うお。お札が貼ってるんですけど、写真だって。うん。写真だって。うん。お。パピさん、パピーかな。パピーなの？1873トーマス・アブ・アブス・アブス・エイバース・エイバー3年前、これ結構昔だね。73年だもんね。1800だしね。まあ、テレビぐらいはあったか。アビウスって。アビウスか。メアリーの親父さんなんだ。今出張中に。元の字だけ。なん。テイスト。セーブ。もういいかな。探索し終わってたってことになるか。お、あ、怒られたか。あ、じゃねえ。じゃあ、つか。ああ。メアリー。メアリー。おじさんの写真が、コスプレッシュみたいなのか？詳細にまだ何か。詳細かな？左は？左？これ何それ。これなんか、足場。書斎だろうな。大した収穫がなかったのか。確かに。まあ、そこの引き戸？あ。天使は示す、花弁は散る。お。天使は示す、花弁は散る。天使。あれでしょ？その右のやつでしょ？いいか。001？ 4 桁じゃなかった。花弁は示すだから。15。天使は示す。四角四角。で、もう一回、南京錠とかって。記憶できないの？できない。まあ、線が、天使の四角四角が左に桁で、花弁が右か。こうだよ。天使が示す。天使が他にもいる？さっきね、これを。お、右を向いてる。右を向いている。お。あ、なるほどね。だから、花弁ってこれって一枚一枚でいいかな。2、4、6、12。12。12。違うだろ、1512だ。
のかな。おお、開いたっぽいよ。まあこれぐらいね。天才的ですね。鍵のブレード。ああ、キーブレード。メアリー。闇だ。しゃ、いや、だから。1876年10月22日。腐敗が進んだ遺体を発見か。息。エレン山付近の海岸沿いで死後1週間程度経過した遺体を発見した。第一発見者の少年は浜辺で遊ぼうとしたら拾われているのを発見した。すぐに家に帰って助け求めた。検察によると遺体の状態からして年齢はおそらく10代前後だと推測できるが、性別身元の特定などは判断不可であり、自殺または他殺の推測もできないということであった。現時点では現場で凶器などを発見されていない。意味ないなぁ。頭が痛い。雪が降ってる。もう、もう、もう、マッチ先手にいたよね。そういうことなのか。1800年代にじゃだいぶ近代的な人だね。まあ、あったのかな。まあ、そういう家もあった。モダンな家も。豆腐ハウスもね。きっとあったんでしょう。火事で、死ぬ。すごい。窓あった。なんか落ちてない。え、そうか。何だったっけ。上アート使われてない。スコップメアリー。あ、ムービーが。不謹慎だぞ。クリスマス。クリスマスの夜だったのか。あれはお母さんだったのね。何？あの奥で偉そうにしてたの。お母さん、お母さん、長いね。バリバリのキャリアウーマンみたいな。さらしみちゃうね。これも肩着の人じゃねえのかと思った。クリスマス。あ、これじゃちょっと踏み込みにくい。鍵のブレードは。ね。キーブレードも持ってるし。あ、メアリーの部屋に侵入できるぞ。え？こうか。入るよー。ん？お、クマのキーホルダー。いい部屋だなぁ。え、そうは思わん。1800年数学の天才恋愛を解く。見てこれ。読んでみて。1800年代にこんな本あった。おお、
なんか音はしたけど。あ、鏡が折れてる。ウィンドフラワー。お。風花。主人公アドニスは幼い頃から両親に虐待を受けていた。原因は3歳頃に発覚した発達障害だった。アドニスの症状は自閉症スペクトラムという症状で、コミュニケーションの障害を患っていた。そんなアドニスが両親から虐待を受け続けて3年、6歳になってもアドニスは両親から虐待を受けていることを誰もにも話せないでいた。そんなある日、旅行から帰ったアドニスの叔父が連絡物資にやってきた。偶然にも両親が外出している間にやってきたのだ。叔父はすぐにアドニスの腕の痣に気づいた。それから両親の虐待が発覚し、アドニスは児童養護施設に預けられることになった。日々の苦痛から解放されたアドニスだが、それでも両親のことが忘れられずにいた。そんな中、里親を希望する夫婦が現れる。アドニスはこの先、本当の愛、本当の幸せを手に入れることができるのか。これはアドニスの一生を描いた感慨深い物語である。深い。くそ、意味ないが。ニュース番組。うん、おコノリー・フィア容疑者38歳。つかなかった。パワハラ。まあまあ、ってこと？見てる人誰か。フィア。おう。うん？どういうことだ。え？二日お前の打ち合わせで言ってるのに許せない。おう。メアリー。おうおう、メアリー。誰かメアリー。メアリー。事件だ。この話は聞けないんだろうな。うわぁ。それはちょっと。ごめん。言われてんの？メアリー！メアリーがどこ行った。メアリー？え？まだ探し終えてないの？メアリー？ん？いない。ん？いない。落ち着け。どっちメアリーが。大丈夫。生きてるか。あ、いた。どうしたん？俺なんかスコップが。血だらけのスコップが。え？メアリーやられた？いや。生きてた。メアリー！じゃあそう。どれ？どれなのか。そういうこと。仕事だけど。仕事。管理をされる立場なのに、意外と動けるんだ。まあ。
どっちだ。どこだっけ。知ってたし、その場所。動かせない。あ。ちょっと、ここ？どれだっけ？テレビが左左。なんだこれ。スプレーか、お前。持ってきたぞ。あ？水も持ってこいだ。これ容器だ。うん。ん？あ、なんか、シャン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 って聞こえた。正面からしか見つけない。気難しい人だな、シレミさん。ダメだと。その目を見て話しなさいってことですね。なんかジッパー開けてる。脱がして。どうしたもんか。アネモネ。アネモネ。アネモネ曲2人で天体で。治療用紙を与えてすぐに両親に。両親に取ったのか。シャープシャープシャープ。お、お。病院じゃないのか。病気だったね。病気だったんだっけ。とりあえずシャオちゃんは色っ子に。シャオちゃん、あ、シレネパートでいいかな？ついに上に行けるのか。行ける。お、優しい。二階建てなのかな？まあそうだろうね。シルバー、お、また花に関する20ぐらい優しいピンク色の感じでしょ。はい、お、置かれとシャオちゃんの間だな。シャオちゃんじゃないんだよ。自爆で、うん、そういう感じね。資料館的な。自分が住んでる場所に用意されたって考える。自爆でよく物を壊したやつ。ああ。うん。いますね。耳鳴りの存在。ジョジョ。いますね。この家いますね。いますね、完全に。おかんが背中に走る。あ、みんな早速ですね。あ、あれだよ。んたん。のんたん。おたかだやろ。一緒にいるよ。帰っちゃうのか。やめろ。
ないのやめろ。この子ですね。いるの。なるほど。